お疲れちゃんです。ラットです。ってことで今日はマルチをねやっていきたいと思うんですけども、今ねグロー12位まで行きました。もう気合でちょっとね先日試合負けたっていうのもあるんですけど、まあ動画負けたいなと思って、適当にマルチしてましたらここまで来れました。というわけでまあねこのプロフのこのデッキでね、12位まで来たんですけども、まあウォールブレイカーですね。結局まあウォールブレイカー強いよねっていう、ニコスなんでね結局強いよねっていうので、なんかねメガナイトネクロの方がめちゃくちゃあるんですけど、そのトリトンの油で有能になった方が今めっちゃ増えてます。まあめっちゃでもないけど有能の方が増えて、一回ね、グロ3ぐらいまで行ったんですよ。グロ3位まで行ったんですけど、グロ1位ね、目指してマルチしてたら、負けちゃったよっていう感じですね。というわけで、やっていきたいなと思います。一回勝つだけで、今12位ぐらいなのが、一気に、ね、多分5位ぐらいまで上がると思うんで、プレイオフ、先日負けちゃったんですけど、まあ、まだね、その、負けたら終わりではなくて、次ね、もうラストチャンスですね。もう次、負けたらね、本当に終わりっていう感じなんですけどもね。まあ、次の土曜日か日曜日にまた試合があるんですけども、1回目キックス。で、勝ったら2回目に、サンドボックス。で、そして、OGN。で、そこ3連勝して、OGN には、勝者とね、そのウィナーズとルーザーズっていうのが回ってね、ちょっとややこしいんですけど、まあ、勝って進んだ組と負けて、その後進んだ組でね、やっぱアドバンテージっていうのがあるんで、最後のね、OGN にはもう1回ね、OGN に勝ったら、もう一回 KO1 をやって勝たないといけないっていう。まあ言ったら2回勝たないといけないみたいな。そういうね、ちょっと細かいルールもあるんですけど。まあそうですね。1戦目キックス、2戦目サンドボックス、3戦目 OGN を勝ってば、世界大会。まあいけるってことなんで、まあ希望はね、別に、まあないわけじゃないんでね。いや、もちろんそのワンチャンをね、もう掴むしかないですね。僕らとしては。来ましたね、マッチング。ビーンタロル、これね、何だったっけ。よろしく？いや、メガナイトのイメージがあるんですけどね、この人は。で、結構ね、初手ウォールブレイカーするタイプの人もいると思うんですけど、僕はあんましないんですよね。マジャチャネクロだったらウォールブレイカーとか。これあれですね。神器。神器って呼ばれる、まあ、ケンツがね、よく動画出してるんですけど、マジャチャプラスラムでランバイユーノとかのデッキだと思います。まあ、飛ばさないとか言ったんですけど、することなさすぎて飛ばす。あ、これ美味しい。これザップって。うい。これでも足りないかな。ちょっと痛いんでね。痛いんで、こう出して、リガー飛ばして、まあ、オッケーオッケー、一回我慢ですね。一回我慢して、ふーし。からの、まあ、これ来たら別に、ネクロも何でもあるので、多分相手はステイかな。オッケーオッケー。オッケーオッケー。あ、おいしいおいしい。このネクロはおいしい。このネクロは、最悪自陣で踏めるんでね。最悪逆サイ来たら逆サイ踏んで、このネクロはま、どうにか、バイバイって感じかな。よいしょ。ネクロ、うちのネクロ頑張れ。これは多分ネクロが残ってて、マジやっちゃない。オッケーオッケー、この人やってるわ、いて。まあ、ここで一回逆サイに行くんですよね。オッケーオッケー。そしたらダックプリでしか防衛できないけど、ダックプリだけだったらセパレートして、お前上手すぎか？そのダックプリは上手いですね。今ので完封がね、ちょっとね、予想してなかったですね。今のは鬼上手いな。あんな完封があるんだっていう。こういうの一発入りますね。うわぁ、これちょっとめんどいな。あ、やばい。なんでマジでそっち向いてんのっていう。まあ、不況です。はい、ちょっとね、勝ちたいんでね、さすがに。これでもディガーオールブレイクするだけできついと思うんですよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いや、これ入るよ。うい！うわー、マジか。まあ、ネクロ最強ゲー。で、耐える。オッケーオッケー。オッケーオッケー。これワンチャン来ますね。理由の出して、まあ、これにマジアチはさすがに来ないでしょ。このコウモリにマジアチかな、ワンチャンするならば。うん。大体ラムを飛ばしたいけど、俺がメガナイト持ってるから出せないんですよ、相手は。大体暇してますね。で、これダックプリも結構出しにくいと思う。裏行け、裏行け。オッケーオッケー、いい。あ、スマホポジションだ。気合いの？うわー！あ、待って、ネクロが。ジコル、ジコル、来た。
もう一発？よし。いやー、勝ち方がダセー。勝ち方がダセーけど、ダサいけど許して。それは許してほしい。ちょっとね、って、そんな勝ち方あるみたいな勝ち方だったんですけど。まあ、ネクロがね、一発あれたわ。多分300、ちょっとね、あるんですよ。320。まあ、若干の範囲っていうのもあり、はい、行きました。グロゴイですね。まあ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 。うわ、1ページ目乗りて、次勝てば、まあ3位か、いけるかな。まあ上がちょっと高いんでね。これはちょっと高すぎですけど、まあ、行きたいと思います。ふぅ、まあなんかね、最近、まあマジアチョがやっぱ増えてますね。このメガナイトの、いっぱい方があるんですけど、結局、ファイアボとかがやっぱないんで、マジアチョがすごい増えてますね。マジアチョのオールブレイカーだったり、なんで、マジアチョのロイフグだったり、メガナイトログですね。僕もさっき使ってたんですけど、マジアチョのロイフグだったり、まあマジアチョの、この、ジンギだったり、増えてますね。その、なんで、メガナイトがいるのに、その、ロイフグだったり、まあ、ラムライダーとか、その、メガナイトに弱くないっていうのが、こう、マルチね、上にいるんですけど、それはですね、そう、ロイフグ自体は弱いんですけど、ロイフグとか、まあ、ラムとか、それ自体は弱いんですけど、その、マジアチがやっぱ強いっていうので、その、なんだろうな、その、立ち回り次第で、やっぱ普通にラムとかロイフグ飛ばしたらメガナイトで踏まれるだけなんですけど、その飛ばさないんですよね、うまいやつは。そのマジアチャから裂いて、こうユニット裂いて、待って待って待って、またね、その相手、こっちからしたら、マジアチャがやっぱダメですよね。後ろからこう、マジアチャと他にユニット裂いてを無限繰り返すと、やっぱね、マジアチャがちょっと溜まったりするし、その、他のね、ユーノとか、そういうものにメガナイトをね、裂かなければ、行かざる状況をやっぱ作られてしまうんですよね。そこを作られた時にもしね、そこにメガナイトが裂いて、もう次ですね、それをいい感じに守ってはいーってやっ感じで、上手い人はね、そのもう立ち回りがねやっぱねありますね。そのこのデッキだからこのデッキに相性が悪いっていうのはね、もう今ねないですね。そういうのがまあある、それはある、さすがにあるわ、さすがにあるけども、まあ、全て立ち回り次第上手い人はね何でも変わっちゃうみたいなとこありますね。それはもうちょっとね、はい、まあ大事になってきますけども、あ、そう、韓国で僕ちょっと太ったんですよ。やっぱ太ったんですけど、まあやっぱ太るっていうのはね、その毎日基本富士さんがご飯作ってくれるんで、基本ご飯がね、もう自分が食いたい量だけ食えるんですよ。これもうどれだけ幸せなことか分かります？今日はお腹空いてないから、うん、お米ちょっとで、まあぐー、まあ、まあ普通にね、お米ちょっとでいいかなって全体的な量決めれるんですけど、いや今日腹減ったなとか思ったり、一杯目食ってまだ食えるなと思ったら、もう自由なだけでもかなりできる。もうね、それは太るわっていう感じなんですけど、最近ね、一杯食べた後に、僕今までおかわりしてたんですけど、おかわりするのがもうめんどくさい、それ自体がねめんどくさくなっちゃってきたんですよね最近。だからもういいやってなって、おかわりしなくなって、でしかも朝ごはんも食べないし昼ごはんも食べないんで、基本一日一食だったんですよね。まあ、昼はたまに食べてたかな。とか、まあ、1日基本2食、1日3食食べるときほぼなかったんで。で、たまになんか朝マックとか食ってるけど、言うてそれでも1日2食か。まあ、多くて3食とかなんで。なんかでも、1回太ったんですけど、最近なんか天候ってね、あれ？ラッとお腹はちょっと戻ってきてないみたいな言われてね、ちょっとね、ちょっと嬉しかったっすね。まあ、それ太るわって感じですね。なんで、まあ、安心してくださいね。はい。わ、これ、俺より取る高い。え？美味しくね？これ勝ったらマジでグロ3位来たわ。よろしく。さあ、勝ちたいなと思います。あ、待って、やばい。いや、テスラクロスくせえな。これアイスピのデッキなんか今。は？神技だ。ダクネ。ん？タラババサイトだからオリベカさっきのワンチン行きだわ。カバルキリ。タレ行きマスケ、あーランバーバルーンとか、でもマスケランバーバルーンか迫撃ライフのどっちかだと思いますね。まあこれにスケが来るかタルか、うん、うわ SP ってやって、まあさすがに取りならないと思う。うお、これネクロだけできないから、気合いの範囲で一発入るか。あー一発はしゃあねえかな。まあ、コウモリチャッチ出してもよかったかもっすね、ワンチャン。まあでもネックルがこれ OKOK、もう一発殴る。よしよし、ランバーバルーンですね。ランバーバルーンかーって感じですね。これアイスピータルーはでもないからランバーか。
ピピピ、あー、これでした。いやー、ザップ打たない方がいいけど、することねえっすね。で、メガナイトは何も出したくないっすね。こう書いてんだな。やばい、これやばい。今ネクロケツから裂いた瞬間、逆サイランババルーン来て移行されるんで、リガー飛ばしたんですけど。言うてそれでも終わるみたいなとこあるな。いや、一発でも許容しかないっすね、これ。ザップって一発あるよな。うーわ、つれー。これ、タル、こうもいいかな。タルだけか。おいしおいしおいし。え、それおいしい。いや、気合いいけるかな。これ、メガナイト、まあ、出すしかないよな。これを、オッケーオッケーオッケー。痛い痛い。危ない。コウモリに行きなも打たれるのも嫌なんで、高めでしたね。あのマスケットをね、処理できるかがね、もう鍵になってくるんですよ。逆に処理しちまえばね、こっちのもんなんですよ。でも雪玉もあるんで、コウモリ追加できないっす。うめえな。うお、来た。え、来た。ラッキー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 、はい、来た。相手は絶対こっちバルーン通さないといけないので。これだって、爆破入れなければ俺の勝ちやで。はい、来た。え、来てくれ。よし、お願い、耐えて。お願い、お願い、もう、いけいけどんどん、いけいけどんどん。ゴーゴーゴー、来た。だって、はい、大変行きました。皆さん、ありがとうございます。グロさん、なんかライキさんが言いそうなこと言ってる。いや、マジで、ずっといると映っちゃいますね。いやー、これはでかい。よし、というわけで、ドルフィンを6954。いや、展開は雑にしよう。いやー、ちょっとね、懐かしいですね。もう何年ぶりだろっていう。さっきもサイン来たんですけど、なんかね、その、このグローバル上位に行くっていうことがね、もう2年ぱいぐらいな結構あったんですけど、最近だとね、もうみんな強すぎて上がれなくなっちゃってるんでね、久しぶりに来るサインですね。まあ、勝ってもこれ1位いけないんで、まあ、今日はこんな感じでね、もう終わろうかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、いいですね。ランバーがやっぱ多いのかな、まあ、わかんないですけど、なんかね、いろんな、あ、ランバー、ランバー、ランバーですね。また同じデッキとかゴレとか。いますけど、メガナイトがやっぱ増えてきたんでね、そのメガナイトに対して強いロイジャイだったり、まあ、ゴレがね、若干増えたんじゃないかなと思いますね。なんでまたね、どうなるかわかんないんですけど、まあ、ウォールブレイカーが強いですよ、ということで、皆さんね、こちらぜひ、使ってみてください。というわけで、まあね、リーグに向けて頑張ります。YouTube だかんで毎日出したいんですけど、まあ、ワンチャンどっか出さないかもしれないけど、まあ、気持ちね、毎日出せるように頑張ります。というわけで、よければね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。